皆さん、こんにちは。本日は、大滝城場紹介します。大滝城は、現在の千葉県いすみ郡、大滝町にあるとよ。昔の、かずさの国場へ大滝城は、アクセスの良くて、城の周囲も含めて観光者向けに整備されとる。最寄り駅の大滝駅から近くて、公共交通機関でも行けるっちゃけど、広か駐車場のある県が、車やバイクもおすすめば大滝城の駐車場には、 飲食店や売店もあって歴史に興味の中人も楽しめると思います。老いが来た時も子供連れや若か夫婦お年寄りまで多くの人たちが訪れとった。実際現地に行くまでそこまで人の多かとは思っとらんかった。というのも令和4年時点で再建天主の博物館が長期休館中になっとるためです。再建天主の中に入ることはできんばってんが店主の周りとか 本丸場を歩くことはできるね。はじめ大滝城に着いたとき、車の通行止め場見て、てっきり本丸には意見と誤解して、一旦駐車場に戻ったっちゃけど、売店の方に城に登れる言葉を教えてもらいました。危なかところでした。車両のみ通行止めで歩きやったら通れます。あんま歴史に興味の長人でも、大滝城に来る人は多かようです。 いろいろな遊歩道の整備されておりますし、舗装された道場を歩いて本丸へ登るだけでもよくは運動になります。また歴史に興味のある方も十分な展示物は見ることのできます。博物館は長期閉館中伐点が、店主すぐそばの研修館でパネル展が開催されております。大滝城だけやなくて千葉県全体の情報も知ることができます。 大滝城はてっきり徳川家の本田平八郎忠勝が築城した城やと思い込んどったっちゃけど今パネル展で大滝城の歴史ばしゅることのできました大滝城の築城主は不明抜点が伝承として戦国時代の16世紀前半にはマリアツ武田信清が城主やたと城下の東長寺や船子八幡神社に残されてるそうですまた伝承として天文13年 西暦1544年に阿波里見市の正木時重が合戦でマリアツ武田知信ば破って大滝に入ったと伝わっております。正木時重は小田木州と呼ばれとる地元の勢力部はまとめて里見市の東上佐の最前線を担ったとされとる。中世の大滝城は小田木城と呼ばれとって詳細な場所は2つの説がある。1つは現在の大滝城と同じ場所やね。 16世紀後半の河原家などが出土されとって正木氏の支配時期と重なるもう一つの説は現在の大滝城隣の大地栗山台場へ平成22年の発掘強さで同じ五河原家が出土した今こ,ことで栗山台は含めた一帯が中世大滝城の候補地となっとるパネルには耳河原家など面白化展示物や大滝城周囲の地図もある件が 博物館館の閉館しととっても満足できると思います大滝城は治めとった里見氏は豊臣秀吉の小田原攻めのあと上総の領地は没収された徳川家康の領地となって大滝城には本多忠勝が廃止された以前の万儀城の動画でも述べたっちゃけど本多忠勝は万儀城に入った後大滝城へ移ったらしくばい大滝城は阿波の国に近くて 里見氏へのさにっっとったとた推測されている現在の大滝城は他の城に比べれば比較的遺構の残っとると思う城の周囲ば歩いてみると大滝城という文化財ば保護するぞっていう気迫のごたんんば感じる最近天守のそばにある昭和50年に千葉県文化財保護協会が建てた案内板ば読んで納得しました大滝城は明治維新後に廃城になったっちゃけど その後、二の丸に学校、三の丸に民家が見られるようになって、城の遺構は失われていった。昭和40年に、わずかに残された本丸跡も削り去られるようになったっちゃけど、地元の文化人や研究団体などが、上司保存場、強く訴えた結果、工事は中止となって、さらに、県の史跡として指定されるに至ったと、石英の流れが石碑に記されとった。令和4年時点で、 今石碑はまだ全ての文字が読めるけど、もし風化の進むと読めにくくなる文字もあるかもしれん。早めに来るのがよかと思います。昭和末期の石碑と現在のパネル展の展示物との内容の違いは見るとも興味深かです。石碑では本田忠勝は大滝城の始まりの城主としとったり、正木大善之助などの記載がある。大滝城に限らんっちゃけど、平成、昭和など時代は遡るにつれて、 事前知識の必要となって記載内容が難しくなる。令和の案内板の誰にでも理解できる記載内容も良かと思うし、両方の案内板ば見ることができるとが理想で、そういう意味では大滝城は良か環境にあるかと思います。大滝城は歴史の知識の中人、これから城場めくりたか初心者の人におすすめです。空堀、土塁、石垣、ヘリなどの案内板があって、 城のの基本知識は知ることできます実際に目の前の大滝城の遺構と見比べることのできる件が勉強になるかと思います。個人的には家紋の案内板が良かったね。本田忠勝の本田家の家紋のみ採用されとると思ったっちゃけど、大滝城最後の城主松平家の家紋も使われとる創媒。他の遺構としては、まず役員門のある。現在まで残されとる 唯一の大滝城の建物で、大滝高校の玄関に移されております。さらに、周囲約17メートル、深さ20メートルもある大井戸のあって、こちらも大滝高校の敷地内にあります。薬井門も大井戸も共に敷地に入らんで、遠方から見えるどけど、高校の中にある件がお気をつけください。他にも、大滝城の周囲には、大手門跡や大滝水道などの遺構もある。 大滝城は周囲にいすみ川もあって水の手は問題なかと思っとったっちゃけど実際は余計飲み水に恵まれとらんかったようです明治初期の意向とその案内板も残されております大滝城は町場上げで保存活動に注力されとって町全体が観光客が満足できるものになっとると感じました本田忠勝忠友親子の大河ドラマ誘致も行われとった 大滝駅前には観光協会やお土産屋さん、飲食店もあるし、ぜひ本丸以外にも足場運んでいただければと思います。ご視聴くださってありがとうございます。